はい、ザーグメンテナル99です。今日ご紹介するアイテムはこちら、ヒストリカですね、日本語版がですね2015年の5月にですね、販売予定になっているようですけども、こちらちょっとですね元のオリジナル版を手に入れましたので、今日はこちらをご紹介してみたいと思います。はい、このヒストリカですね、なかなか曰く付きのゲームでして、キックスターターで公募が流れておったんですけども、去年の秋口ぐらいにね、10月頃届くはずだったやつが、アジア圏の方になんか大量届かなくって、ずいぶん遅れて、届くの届かないのって言ってるうちに、日本語版がアナウンスされてしまって、キックスターターで蹴った人はかなりやきもきしたゲームですね。日本語版がもうじき出るということなので、それのご参考になればと思いますね。残念ながら私はちょっとまだプレイできてなくて、中のルールとですね、コンポーネント見ただけなので、ファーストインプレッションレビューということで今日お届けしようと思います。で、中ですけども、マニュアルですね。マニュアルは、イタリア語かな、イタリア語と英語の2セットでできてまして、12ページぐらいのものです。これはもうザーゲームギャラリーの方のブログの方にはもう日本語版の和訳を上げてありますので、ご興味のある方はそちらをご覧ください。で、それとこれかなりアイコンが多いゲームなので、このアイコンのチャートですね、アイコンのチャートがプレイヤー人数分入ってるんで、これがまた英語とイタリア語版入ってるんで、すごいボリューム入ってるんですけど、これも合わせて こっちと合わせてゲームギャラリーの方で公開してますので、ご興味のある方はそちらをご覧ください。で、あとはちょっと特殊なやつだけ先に、これキックスターターで買いましたんで、文明系のゲームなんですけども、キックスターターなんてね、ちょっとね変わったカードが入ってるんで、キックスターター以上はちょっとしたこういうオプションのおまけがついてたりしました。これは多分日本語版だとつかないのかなと思ったりしますけど、その特殊なものも入っています。はい、残りのコンポーネントをですねざーっと出します。コンポーネントってボードがほとんどで、あとはこういう細かいキューブ類とカードですね、カードが何種類か入ってるぐらいなので、主にこのボードが全体のメインのコンポーネントになりますね。で、ちょっと縦長のなんかちょっと変わったコンポーネントになっていて、特徴的なのが、ここのところにです。ここのところにマトリックス状になっていて、ずーっとこう上がっていくってなんですけど、このヒストリカのこう随分特徴になっているのが、文明を発達していきましょうっていうタイプのゲームなんですけど、ここがですね、こっち側のゲージが今テクノロジーを表していて、こっちの方に自分のコマはこう、どんどん行くほどテクノロジーが発達してるってことになってるんですね。で、こっちがですね、こっちの軸に行くと、こういう軸にやってくると軍事力が発達してるってことになるんですね。なかなか面白いのが、一定量まで技術力が発達すると軍事が発達するのは次上がれないんですよね。軍事とこうセットになってるんで、軍事も同じで、軍事上がると次の欄に上がりたかったら技術を上げないと軍事上がらんっていうことになってるんで、これがちょもちょも上がりながら行くと。で、軍事と技術の組み合わせによってこの色のゾーンが決まってるんですけど、ここによって君の政治形態は何ですよ、何々政治形態っていうのは決まっていたりするので、この政治形態によっても VP がもらえたりするわけなんですけども、この技術をうまく上げていって、かつ軍事のバランスを取ってっていうのをここでうまく上げていくという形になります。当然こっちのなんかね、このタイプにしてね、えらいちっこいこのぐらいのサイズの世界地図があるんですけど、ここであのエリア同士戦争したりですね、襲撃し合ったりしてて、ここのエリアをどう取ってるかによっても VP がもらえるんですけど、ここを攻めたり攻められたりするためにはこっちの軍事力が高ければ攻められにくいし、逆に攻めやすいしっていうことになるし、テクノロジーがある程度ないと次のカードがプレイできないってことですね。で、カードは何かっていうと、ゲーム開始にこういうバッグですね、色が違うんですね、この文明ごとに色が違うやつを1セットもらっていて、これは基本全員同時に出して終わったら全員表にして、でターンオーダーの順番にこれを解決すると。で、これをどんどん繰り返していって、革命っていうカードがあるんですけど、こいつを誰かが出したらそのターン終わると、これを繰り返していくゲームなんですね。もちろん一定条件がないと革命プレイできないので、いきなり1ターン目から終わったりしないんですけど、これをプレイしながらいくようになってます。で、プレイするこのところの下側に、2段効果が書いてあって、上側が基本能力で、下側がアドバンスの能力みたいになってるんですけど、下側をやりたい、どっちかでできるんですけど、下側をやりたいなと思ったら、基本的にそのカードに対応する技術力がないとダメなんですね。このレベルまで技術力を持っていれば、この下側のアドバンスをプレイできます。当然アドバンスの方は強いんですけど、リソースもかかったりするわけですけど、アドバンスの方は当然強いので、ある程度技術がないとそもそも使えない。でも、それだけだと軍事力が低すぎると他人攻められるかもしれないっていうバランスを見ながらカードをプレイしていきます。で、ここ全然言語依存がありませんので、このゲームボード実はどこも言語依存ないですよね。あるとすれば、よくあるワンダーですよね、七不思議みたいなですね、ワンダーがあって、このワンダーを購入できたらこれも使えるようになるんですけど、ワンダーの名前のところとか、ワンダーの名前のところにはもちろんここに横文字が入ってるんで、ここが日本語化できるとか、あと時代ごとにこれ、ここがターンが進んで、ティテイターンしたら決算になって次の時代に進むっていう、大きく3時代やったら終わるんですけど、時代ごとにこういう
リーダーカードをくれて、リーダーって右と左にそれぞれ2つ2種類条件が書いてあって、この条件を満たしてやれば追加の VP もらえますよっていう条件なんですけど、ここのところに見えるかな、ここのところにちっこくそのリーダーの名前とか書いてあったりするので、まあそれがここのところね、ここのところちっちゃく名前書いてあったりするので、ここぐらいが言語依存があるところで、あとはほとんどない形になっていますね。でシステムほとんどこのぐらいなんですね。カードから全員持ってるやつを同時に置きます、置いて終わったら表にします。ターンオーダーの順番が毎回決まってるんで、ターンの順番に一番強いところからプレイ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 と、でプレイしたやつは置いているので、じゃあ次じゃあ伏せますと、でまたプレイしますと。これなかなかこのゲーム、この回収がうまくいかないようになってるんで、簡単にこれ戻ってこないんですけど、だんだん選べるのは少なくなってくるので、次のランタウンに行っても全部返ってこないんですよ。これリテール条件でこう残ってるゲームなんで、これはどのぐらいプレイ感、ちょっと私もプレイしてみないとわからないんですけど、まあプレイすることに最低基本条件が整えば動くようになっているので、まあ進んでいくと。でさっき言いました、革命っていうカードを出すと、革命っていうカードを誰かが出すと、そのターンが終わりと。でも返ってくるのは実はまあ基本2枚ぐらいしか返ってこないんですけど、まあ最後のプレイしたやつは返ってくると。だから前のはもう使ってて、あいつあれがないなって分かってるんですね。だから軍事ばっかりあげたいなと思っても、軍事カードをうまく返ってこなかったりすると、これ上げられなかったりするので、まあ、そこのところのバランスをどうしながらいくかっていうのが、まあ、このゲームのミソだと思いますね。で文明を単純に上げていけばいいのかなと思って、このゲーム最初出し見てたんですけども、まあ、ルールとか見る限り、こっちのミニマップの世界地図のところでエリアお互いのところ戦争に行ったりですね、襲撃したりっていうことがあるので、ある意味直接攻撃はその意味できるゲームではあるみたいです。でたださっきも言いました通り、このカードを使わないとできないんですけど、このカードで要は戦争とか襲撃みたいなカードがあるんですけど、これも連続しては使えないので、まあ直接攻撃さらされることはあるんですけど、まあ悪意を持って直接ガンガン殴るかっていうと、まあ、そこまでいかないっていう感じもします。ラウンドが終わったごとに、ここで徐々に生産がされていって、カードが戻ってきたり新しいリーダー来たりってするんですけど、まあ、ターンが終わるごとに、VP の順番でその時取ってる VP が少ない人ほどターンオーダーが次頭に来るっていうこともあるので、まあ、ターンの調整、手番の調整も自動的にですね、無理やり先手番を頑張って取らないといけないんじゃなくて、自動的に調整されたりするので、このあたりの戦争のバランスのところと文化のバランスのところがどのぐらいなのかっていうことと、一旦離されてしまった人がどのぐらい近づいていけるかっていうのはまだちょっと見えないですね、システムとして。まあルール読んだ限りでは。ただゲーム全体としては全員ほぼ同じようなこのカードを持っている中で、あいつはこれをプレイした、じゃああれはできた、で次あいつはもうあれを持ってないから、じゃあ俺はこうしようっていうのがやり合いして、この文明のですねマトリックス上がってくるっていうのは、なかなか面白そうな雰囲気ではあります。確かに海外でもそこそこ人気が出てるみたいなので、ここのところはシンプルでいいかなと思います。ただ同時にですね、言語依存がない代わりにもうアイコンだらけなんですね。アイコンのチャート表の元版の英語版なんですけど、まあすごいアイコンのチャートが大量にあって、で一個一個じゃなくて、さっきのリーダーカードをご覧いただくと分かるんですけども、こういう条件だったら下とか、これ VP なんですけどね、こういう条件だったらこれとかね、これ多分軍事が12レベル上やったら VP もらえるとかだと思うんですけど、まあこういうなんとかなら何みたいな、こう条件文みたいなのでわざわざ記号で書いてくれてるので、結構これをかかりきり見ながらやらないとわからんかもしれません。さっきちょっと出たワンダーですね、ワンダーのやつもほにゃほにゃやったらほにゃほにゃみたいな、全部記号になってるんですね。記号でこの条件とこうできますよみたいなことを書いてあるので、ここは結構このこいつの記号を覚えきるまでは結構大変かもしれません。もう取りましたけど、うちのゲームやらの方でこれを完全に日本語化したチャートもちょっと今公開してますけど、まあ、この辺が言語依存があるといえばありますね。ゲーム中にはないんですけど、まあ、これを原文で読むか、まあ、日本語チャートで覚えるかだけなんで、まあ、この辺が日本語製品版がね、私はこんな作ったチャッチーもんじゃなくてしっかりしたもんで分かりやすくなってるといいと思いますけど、ここは結構覚えないといけないという感じになると思います。なのでいわゆるシビライゼーションタイプの、まあ、文明とやってエリアマジョリティとって軍事を拡大してっていうゲームたくさんありますけど、これには軍事ユニットも存在しませんし、地形で攻めるって言ってもこのぐらいの簡単なマップしかないので、まあ、そこがあんまりごちゃごちゃするとか、こう A から B 行って C 行ってとこうぐるぐるユニットを進めながら進行しながらするっていうことはあんまりなくって、逆にこの文明のねマトリックスですね、この文化のテクノロジーのところと軍事のところっていうところのマトリックスをどうやって上げてうまく VP を取るか、自分の勝利条件に合わせてどうやって取っていくかっていうところに集中できるっていうところが面白く仕上がってるんじゃないかなというふうに今は思ってますね。まあこの辺を早くプレイしてみて、またレビューしてみたいと思いますけれども、今のファーストインプレッションではそんな感じでですね、この大量に入っているこのプレイヤーのカードですね、プレイヤーのカードを駆使しながらですね、どうやって上げるのかっていうところが面白いように私は感じています。はい、というわけでですね、ヒストリガーの紹介でした。ザ・ゲメジャーの春99でした。